1981年の近鉄バファローズでは、1981年の近鉄バファローズの動向をまとめる。この年の近鉄バファローズは、西本幸男監督の8年目のシーズンである。リーグに連覇の率役者である、チャーリー・マニエルが前年オフの契約公開で、球団側と決裂し退談。手法を失ったチームは4月下旬に5連敗を喫し、最下位に転落。 5月に入り5連勝で借金を1まで減らすも直後に5連敗、さらにその後も5連敗、6連敗と黒星を重ね、前期は5位難解に5ゲーム差をつけられ、再開。後期に入ってもチームの調子は上がらず、8月後半には8連敗でまたも再開に低迷。9月下旬に8連勝と意地を見せて後期は4位で、 終えたが、年間では1973年以来8年ぶりの最下位に終わり、西本監督は勇退を表明。マニエルが抜けた打線は、チーム打率が前年のリーグ1位からリーグ最下位に急落し、チーム本塁打は3年連続リーグトップの149本を記録するも約100本近く減り、マニエルの抜けた穴は想像以上に大きかった。 ヤクルトへ移籍したマニエルの後釜として入団したビクター・ハリスがチームトップの22本塁打を記録しアイク・ハンプトンは低打率ながら15本塁打を記録するも二人ともマニエルが記録した前年の48本には及ばずチーム主位打者は小川通ルの295で3割打者不在に泣いた本塁打打率の減少は前年まで使用していた公式球を シモ武タケゾコミッショナーが禁止した影響も大きいと、される。投手陣は、チーム防御率が前年から改善されたものの柳田、豊の10勝が最高で、左右の、両エースである、鈴木啓司と、井本隆史が揃って5勝に終わるという惨状だった。10月4日のダブルヘッダーの後、西本は教え子である半球、近鉄の選手たちに胴上げされ、ヒウムの名称はユニフォームを脱いだ。 優勝はプレイオフで決定。2位以下はプレイオフの結果に関係なく勝率順で決定。ありがとうございます。